たら出るかな。キャップからでしまーす。はーい。いろいろつ。無理無理。皆さん、こんにちは。今日は、今日はね、4月から1年生になるということで、この間ね、机買ったんだよね。うん。まだね、来たばっかりなので、こんな感じでね、セッティングしてます。はい。古代の猫ちゃんもいるよー。ね、クーナッツのキュアブラックと、去年ね、池袋のね、イベントでね、買った、キュアパルフェと、ジェラートのね、コンペと入れてあったね、瓶も飾ってあったりします。はい。ということで今日はね、4月から使うための文房具をね、いろいろね、買いに行きたいと思います。はい。それでは、行っちゃおう。行きましょう。お店到着。それじゃあね、レイカの文房具をね、見に行きたいと思います。はい。ね、可愛いの見つかればいいね。それじゃあ行きましょう。お、すごいね、ここも可愛いのいっぱいあるよ、ほら。リラックマン。あ、何これ。シークレット練り消しボックスだって。練り消しだ、キラキラだね。これなんだろう。ねえ、友情運だって。やってみたい。何が出るかな。じゃあ、これ。じゃあ。これね、後でね、開けてみようね。うん、何かな。じゃあ、カゴ取ってください。じゃあね、早速買っていきます。はい。まずは、鉛筆だね。うん、鉛筆選びます。はい。ここね、いっぱい鉛筆ある。ほら、すごい。うん、かわいい。今、かわいいのいっぱいあるんだね。うん、ママの小さい頃、こんなかわいいのなかったな。どれにする？2B で、じゃあちょっと2本買っていこうか。うん、うん、これにしようかな。このかわいいやつ。これ何？猫ちゃんとウサギちゃんかな。うん、あ、かわいいね。猫ちゃんとウサギちゃん。うん、今すごいかわいいね。うん、ママもね、欲しくなりそうなぐらいかわいいです。はい。こっちにもいっぱい、こんな飾りついてるのもあるよ。ほら、かわいいね。でもこれ HB だから 2B のがいいんじゃないかな。これが 2B だね。これはどうですか？これにする。あ、それにする。鉛筆2本ね、選びました。はい。今度は消しゴムです。ローラーとか。本当だね、ローラー消しゴムだ。うん、かわいいね。あ、見て見て、ほら、口紅の消しゴムもある。面白い。ね、かわいいね。こんなのもね、あたりね、今いろいろあるんだね。うん、これ何？あ、ポップコーンだ。ポップコーンだ。ジュースとか。あ、あ、それはね、鉛筆削りだね。そうだね。うん、これかな。どれですか？あ、かわいいね。うん、ピアノ。さっきね、ピアノ始めたんだよね。うん、じゃあこれにします。はーい。よいしょ。じゃあ消しゴムも決まったので、じゃあ次はハサミ買いに行こうか。うん、はい。ハサミね、自分のね、なかったんだよね。うん、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。先に、鉛筆キャップだ。そう、キャップ。キャップここにあるね。うん、あ、キャップもかわいい。キャップね、今こんなのもあるんだね。うん、シャポンに、ハブボールマシンもあるよ。うん、あ、端にね、ほら、セミコブラシコーナーもあるから見てみる？ここにあるんだ。あ、ここにもあるんで、かわいいね。うん、あ、いいんじゃないの。じゃあこれにする。あ、それにする。見せて。ふみこブラシミックスキャップ。なにこれ、薬用スミクリーンだって。磨き粉だね。じゃあこれにする。何、うん、する。はーい。これにする。はーい。これじゃあ次に、ハサミだね。ハサミ見に行きましょう。次は石碑。石碑定規もね、ほら、ここにいっぱいあるね。うん、上手。かわいいね。うん、あ、シノが好きなアリエル。あら、プンチェルもあるね。かわいいね、これ。あとアリス。うん、これかわいいじゃないの。うん、どうしよう。これは何ですか？あ、こうなってんだ、ほら、キラキラ。ほんとだ、ラプンツェル。これ。あ、これいいね。うん、長さがね、長くなるやつだね。うん、これにする。うん、はい、正規定規も決定です。はい。次は筆箱と言いたいところなんだけど、
筆箱ね、もうね、おばあちゃんからプレゼントでもらってるので、筆使いたいと思います。はい。あとね、最初なんで、ね、1年生なんでね、書き方鉛筆。さっきこれの正規定規だったから、これにしよっか。うん、これと一緒。目の形違うけど、3人同じだね。うん。はーい。あー、すごい、かわいい。ディズニーっぽいね、感じの。レアファイルだね。うん。ピアノでね、ファイル必要なので、これ買っていこっか。うん。はーい。これは誰だろう。シンデレラっぽいのと、ラプンツェル。ラプンツェルっぽいのと、アリエル。アリエルかな、うん、かわいいね。うん。じゃあ、どれにしますか。アリス。このね、アリスっぽいね、柄のファイルを買っていきたいと思います。はい。これにします。はーい。アリス。あ、アリス。お皿いいんじゃないの。うん。じゃあ、アリスの下敷きにします。今度はね、糊です。はい、あ、ここも糊もね、いっぱい種類あるんだね。あ、同じ種類じゃない、うん、ね、こんな感じでいっぱい糊あるんだね。うん、かわいい、キラキラだね。ジベリー、ジベリー、ジベリー、これにします。糊、お、これもね、お揃いだね。うん、これにしよっか。うん、キラキラ。あ、これセロハンテープじゃない、ほら。うん、あ、かわいいね。あ、かわいいじゃん。じゃあ、アリエル。お、セロハンテープはアリエルでいい？それにしよっか。あ、お、なんか違うんだったね。こっち。あ、かわいいじゃん。さっきのと同じでいいんじゃない？うん、じゃあ、する？はーい。セロハンテープはこれにします。さっきさ、キャンプサース2個選んだけど、あれよく見たらディズニーいっぱいだから、揃えよっか。うん。ね。うん、こんな感じのとか、あ、見て、ほら、かわいい。のり、ここかな、うん、ここだね。うん、どれがいいかな。じゃあ、これ、アリス。うん、いいじゃない。うん、キャップカレーにします。はい。色鉛筆。色鉛筆もの揃いのがあるんだ。うん、見て。筆買ってく。うん、はい。見て、見て、アリス。よいしょ。いいじゃん、うん、いいね、お揃いだね。うん、はい。で、鉛筆のね、補助軸、短くなった時ね、使うやつもお揃いにします。はい。宝箱みたいな鉛筆削りだね。うん、かわいい。ピンクもあるよ。本当だ、ピンク開いたね。見て、これかわいい。コンパクトメモだってね、キラキラしてるね。うん、ここにもキャップあるよ。さっきのとどっちがいい。さっきの。あ、さっきのにしよっか。うん、はい。あ、鉛筆もここにもディズニーのがあるね。うん、これはどうしますか。うん、同じアリスだね。うん、はい。それじゃあ、さっきさ、2本選んだから1本返そうか。うん、かわいいね。歯磨きセットもいっぱいあるんだね。うん、あ、ほら、お皿っぽいのもあるね。うん、手鏡かわいい。いいね。ここで近くのポケットタイプのやつだね。これもあったよ、アリス。どれにしようか。アリス。アリス。あ、かわいいね。うさぎちゃん。はい、じゃあこれにしようか。うん。はい。あ、ほら、こっちにもさ、見て、違う柄だ。これもかわいいね。うん、さっきのがお揃いでいいか。うん、ね、アリエルとシンデレラもあるね。うん。ブンツェル。サミー。あ、同じだね。うん、このハサミにしようか。うん、はい。それじゃあね、一通りね、揃ったので、こちらです。はい、これ買ってお家でね、見てみたいと思います。はい、はい、じゃあ買いに行きましょう。買いました。はい、じゃあね、これね、お家帰って見てみたいと思います。はい、買いましょう。ただいま。買ってきました。はーい、ね、かわいいね、ブームね、いっぱい買ってきたね。うん、それではね、ちょっと見てみたいと思います。見てみよう。しのちゃんはメルちゃんで遊んでます。してて、お、ねねさしたの？うん、ではまずは1個目、じゃん、テープ。1個目はブック型のセロハンテープ。はい、ね、ディズニーのね、キャラクターだね。うん、2個目、じゃん、ね、2つ目は鉛筆の補助軸。鉛筆ね、どんどんね、短くなった時にね、使えるようになる補助鉛筆です。で、今回ね、このね、アリスで揃えたんだよね。うん、3個目、じゃん、ポーチ。小学校でね、ズボンやね、スカートにつけるためのマルチポッケ。ね、アリスのね、デザインのものを選びました。はい、4個目、じゃん、
学校で使う時の鉛筆ね、これは必需品の書き方鉛筆。ディズニーのね、六角軸のこんな感じのね、デザインのものです。5個目、じゃん、定規。ディズニープリンセスのね、折りたたみ式の定規です。はい、キラキラしてるね。うん、6つ目、じゃん、ハサミだ。こちらもね、ディズニープリンセスのハサミです。7つ目、じゃん、のりだ。これもね、ディズニープリンセス型ののりです。はい、8個目、じゃん、色鉛筆。これはね、12色入りの色鉛筆です。このね、アリスのデザインも可愛いね。うん、せーの、オープン。わー、すごい綺麗。あ、特に柄はないんだね。うん、こんな感じは12色入りの色鉛筆です。はい、9個目、じゃん、わー、すごい、なんかいっぱい入ってるやつだね。うん、じゃん、鉛筆。こんな感じで、ね、猫ちゃんのデザインとアリスのね、デザインの鉛筆です。じゃん、すみっこブラシ。これね、ちょっとね、おまけで買ったんだよね。うん、シークレット練り消し。開けてみる？うん、オープン。あ、白クマだ、白クマ。レイカが出たのは恋愛運、トロピカルフルーツの香りだって。キラキラで可愛い練り消しだね。うん、じゃん、キャップです。これもね、アリスね、キラキラのね、キャップです。じゃん、消しゴムです。これはね、ディズニープリンセスではないですが、音符のね、ユニコーンとかのね、可愛いね、消しゴムです。うん、次は下敷き。これはアリスだよね。これもね、お揃いのね、可愛いデザインのアリスの下敷きです。はい、そして最後、ファイルだよ。中にね、こんな感じキラキラしているアリスのクリアファイルです。うん、最近ね、ピアノ習い始めたんだよね。はい、その時にね、使えるかなと思ってファイル買いました。はい、裏側も可愛いんだよね。うん、ということでね、文房具ね、こんな感じね、たくさんね、買ってきました。どれもね、可愛いね。はい、これを使って勉強頑張ってください。はい、最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通